あ、あ、あ、あ FEC チューンド、FEC 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 チュン道はいどまーでこかえりです僕リョウトですでこぼこトラベリングですお願いしますはい今日…というか今週の オープニング漫才のお題が「えっと旅」ということでね漫才の方していこうと思うんですけどはい旅って言ったらやっぱ結構いい思い出がいっぱいあってさやっぱそうだよね海人ね旅っていうか旅行っていうかまあね中学校1年生の時に北海道に行ったんだけど北海 北海道でスキーを体験するっていうのがあって沖縄では体験できないことだからとってもねんかいいじゃん最初初級コース行って超楽しかったわけ滑ってるからえ初級とかあるんだねなんかもう楽しすぎてちょっと調子乗って中級コースに行ったんだけど中級コースが結構急斜面で高いところから降りるんだで俺そこで気づいたわけさ「俺って攻守恐怖症じゃん」って。 滑り始めたんだけど、うんうん、序盤でこけてからそこから12、うん、時間動けなくて係、うん、の人に助けてもらうっていう、まあ、楽しい経験があったんだけど帰り<ん>全然楽しくないな、帰りあ <laughs> あのー、<laughs> あんた 恐怖症なんだよねで分からんかったから発作それでずっと待ってたの係員をそう待ってたずっと待ってたわけなくて楽しくないよえ楽しいまあ今と同うはねまた楽しないもねそっと楽しあからもっとにもねあもっとももっと楽しい話あるかもっとあるのもっとあるのもんとあるのもっとっと楽しい話っとあのもっとあるのもっとあのあのっあっあのでってみなさい高校生のに研修旅行ってからユニバーサルスタジオに行ったわけ えー、ユニバーサル・スタジオってやっぱもうね、まあ、夢の国だからそうだよとっても楽しいわけさやっぱりそうだよねいろんなもアトラクションとか回っても超楽しくてから最後になんか友達にあれ乗ろうって言われてあれ乗ろうん、なんかとってもいいっぱい人が並んでもう90分待ちみたいな、えー、だけどやっぱそれだけ並ぶからそれほど楽しいやつだと思ってずっと並んでたわけ、うん、であのもう90分ぐらい待って自分たちの番が来て、うん、よっしゃ乗ろうと思ったらジェットコースターだわけさ でそこでも俺気づいたわけよ、<laughs> 俺高所恐怖症だって、<laughs> であの、まあ、しかもこの席が十何席ある中で一番前になったわけよ、なるほどねでまああのそれに無理やり乗らされて、うん、まあ今までの思い出が全部パーになるっていう楽しい思い出もあったんだけど帰りだから、うん、あんたまだまだいね、<laughs> <laughs> あのー、だからだめだって、<laughs> っ <た S 2> ちゃんとどこ,どこに行くかっていうのちゃんと見てから判断しなさいって。いやでも

あはいはいい平和学習でであのいろんなところもあるんだけどひめゆりの塔とか防空壕とかたまたま最初に防空壕行ってで案内した後バスに乗った瞬間に、うん、女の子がちょっと幽霊に取り憑かれたみたいで先生が一生懸命さんで30分くらい叩いて。 あの時間が潰れるっていうマジでヤバい話やしょお前 <laughs> その度なんだば本当にあのね余計学校行きたくなくなったよ <laughs> って本当に怖かったよヤバいだろうもうまあそうですね、まあ、そういう旅ですよ帰り <laughs> もう話してて思ったんだけどさなんで帰り旅に出てもろくなことないな <laughs> そうだねどうもありがとうございました さあ始まりました。はい、始まりましたー。でこぼこトラベリングのビッグスモール、僕ら、でこぼことラベリングのりイリと、お送りしています。ね、はい、お願いしますー。はいツイキャス見てる方はツイキャスのメッセージや、はい、えまあフリーのメッセージ、あのメールアドレスもありますので、こちらの方にもメールお願いします。ね、はい、お願いしますね。はい、ね、今日も始まりましたよ、はい。皆さん、高校生の皆さん。 お卒業ご卒業ですお卒業卒業って何だご卒業おめでとうございますおめでとうございますパシパシパシはいおめでとうございますね3月1日ということでね早いですよもう俺たちが卒業して1年経ったわけで早いよ帰りもうとっても早いほんとに卒業式今日行ってきたけどさはははいいいあの感動したね いやーもう良かったね、本当に、ね。花道しかいなかったけど、うん、俺たちはあの。雨に濡れながらや、<laughs> 一生懸命。でも、帰り聞いて、うん、あの花道でさあのわ、なんかあげるさ、お菓子を。 ははいいお菓子やあれ俺たちもらったじゃん去年去年もらったねめっちゃいっぱいもらったさははいい確かに今年をあげる人の気持ちが分かった莫大にお金かかるなあそうだね俺たちもやっぱ後輩とかからもいっぱいもらったからもらった後輩には返さないといけないなってねいろいろ渡してたんだけど <laughs> あの相当な額かかるね、あれは。俺、僕はですね、うん、1700円かかりました。あ、な、7100円です。1700円安、安す <laughs>。ごめんごめんごめん、間違ったよ。お前<え>、反対に読んでしまって、安す<っ>。<laughs> ごめんなさい、あ7100円です、僕。1700円で買えたら、もう儲けもうもうけ問題、逆に。ほんとにな、それぐらいだったらいいんだけど、結構高いもん、うんえー。むしろなんかさ、バルーンとか買ってると、もっと高いからね。あれ、もっとするよね。うん、なんかもう、でっかいのとかしたら、56000円するのもあるし、そ1個だけで。<え>うんあんあなっ 風船ごときでなおいやめろお前あんな風船やめろやめろやめろアギジャビオこの世の中わからんねえ誰だばお前いつの年の人だばでも風船もらったら嬉しいではねえまあまあ確かに俺も去年一応もらったからね何の風船もらったのあ普通なんかハートのなんかハート風船もらったの似合わねえなやめろ似合うだろハートが俺ほど似合う人いないだろそれはわからんよ帰り <laughs> そうなの <laughs> <laughs> ちょっとも戸惑ってよあんたも戸惑ったばっかり <laughs> あーそっかーおかしいでもみんな泣い,て泣いてる子もいてなんか感動するよほんとにそうだねやっぱりなんかこの離れるから悲しいっていう気持ちもね、うん、あるかもしれないけどほんとにだって僕たちが学校は、うん、あのもうなんていうのクラスがずっと 3年間一緒さああ確かに1年の時か三3年までね<う>ずっと同じクラスでやってきたから、ね、だからもう深い思い出がいっぱいあると思うわけよああはいはいはい3年間でいろいろ詰まってるからねからもう俺高校生に戻りたい <laughs> <laughs> <に>よかったね高校生はほんとに楽しかったとってもバカできましたよみんな、うん、もう、ね、今日卒業式に行ってから、うん、このなんかあんまり会ったこと会ったことないっていうか卒業式会わなかったね同級生とかの、ね、あっていっぱいあって 俺たち、ねあの、ちょっと人見知りしてましたね。 人見知りはしてないですあ僕だけですねあの <laughs> 僕3年間ずっと一緒の子たちとあの久しぶりに会ったんですけど、うん、人見知りしてしまう何で人見知りしてるん本当に人見知りしてる3年間ずっと一緒だったのに人見知りしてるわけあん恥ずかしいなやっぱり、まあ、久しぶりに会うのはちょっと恥ずかしいからね確かにやっぱ卒業っていいもんですね本当に。<laughs> まに俺の元カノも来てたしなあ言うな言うな俺わざと触れんかったのに行 <laughs> ったなお前普通に行ったなお前 <laughs> <laughs> お俺も,俺もと戸惑ったわ、お前。<laughs> 俺,<う>俺もびっくりした、隣の友達がさ、俺の元カノの名前、大きな声で叫ぶから、おい、やめろ,やめろ、やめろ、バカ野郎って,思って。<laughs> うちの振り返ったか俺びっくりして振り返ってから、もうすぐ目そらしたよ、俺は。<laughs> <laughs> あの顔,顔の帰りは忘れられません <laughs> あ,あの俺もびっくりしましたから。<laughs> あまあまあ、こうやってネタにできるぐらい、<laughs> もう過去の話だから。もうね、結構前ですからね。そうですね。だからまあ、まあ全然。<laughs> 引きずっておりませんよ、全然帰りは。大丈夫です、大丈夫です、お前は誰だば、もうなんか、逆に俺もアファして、一応のアファはするよ、やっぱり、まあまあまあ、そういう卒業式でしたけども、後輩たちもね、やっぱりこれから、まあ今、卒パーもう終わってる時間かない 一応深夜徘徊になるんでちゃんとね決まりはあると思うのでみんなも終わって楽しかったとかいろいろあのさ卒パー終わってから卒パー終わってからさお家帰った時のこの虚しさ感わかるあもう学校ないんだはいはいまあねクラスのメンバーでも揃うこともこれが最後とかって考えたらねな一応も行くからね寂しいではあるけどあの俺ツーンって来たやつさその日涙がツーンって来たやつさお前 涙にみるんだわさびみたいにあのーってそうりょとはそういう体質なの違うだろう違うだろフォローしてほんとに捉らえてしまったりょうとあの天然ボケが出ましたけど分で言うな天然っあのほんとにそうですねまあね今日卒業していろいろね今は多分あの卒業生もしかしたら聞いてるかもしれないんだけどね、これからいろんな大変なことというか困難とかもあると思うんですけどね それをまあこれからはね自力で結構乗り越えないといけないことも多いんで、はい、なあやりたいことに向かって頑張ってほしいですね、はい、お願いしますね、お願いしますねじゃないよ <laughs> お願いしますねはちょっと違う頑張ってね、うん、応援してるから、デコボは、うん、俺たちはねいつでも応援してるからそうだから<な>ラジオを毎週聞いてね、うん、そうつらいときは KY チャンネルラジオ聞いてね。KY チャンネルラジオそう聞いてねあの ライブも来てね。<laughs> <laughs> ただの告知になった。<laughs> <laughs> <laughs> でも、本当にね、聞いてくださいね。よろしくお願いします。<はい S 1> じゃあ、早速、今日の最初のコーナー、行ってみましょうか。行きましょうよ。はい。じゃあ、最初のコーナー、行きましょう。はい。でことぼこの違い。 はい、このコーナーは僕たちデコモコトラベリングのカイリとリョウトの違いを見つけ、個性を深めていくコーナーです。カイリが身長180センチ、リョウトが身長154センチで、身長差が26センチ、そんな二人の違いを見つけていきたいと思います。はい、お願いしますね。はいね。はい、今,日今日は、今日はですね、はい、カレーについて。カレー <laughs> カレーか、ああののな実は僕たちカレー好きなんですよみんな好きな人多いと思うんだけどそううだねもカレー派シチュー派って言われたらもうカレー派って答えるぐらいカレーが好きだよねうだからあのカレーでもカレーって言ってもやっぱりいろいろあるからね好みのカレーというかいろいろあるよカレーはまあねあのキーマカレーだったり ボンカレーだって。ボンカレーは種類だな。ボンカレーは種類か。あのメーカーの名前だから。<laughs> あのごめん、普通に間違ったやつだ。<laughs> ボンカレーは違うのね。うん、なんか身はカ,、まあ、カレーの中身とかもね、なんかポークが入ってるのがいいとか。うん、いろいろあるよね。牛肉が入ってるやつがいいとか、まあ、そういうのもいろいろあったりすると思うんだけど。はいはいうん なんかちょっと量と変わった食べ方をするって俺は聞いたことがあるわけそうだね量とはちょっと変わった食べ方するよカレーはちなみにどんな感じで食べるの量と量とはね、うん、あの中学校の頃はよくカレーに卵かけて食べてるカレーに卵かけて,食べて生卵、ね、生卵臭くならない バカにしてるのか <laughs> さあ。あのじゃ怒れし。よとね帰りあれ、うん、辛いの苦手だわけよ。辛いのあーはいはいはい、うん、辛いの苦手だわけね。で,でもうちのお母さんとか、うん、まあ妹とか辛いの好きだからあのやっぱり合わせないといけないさ。 だからあはい、はい、やっぱ多数の方にね。そうそう多数の方にね。うん、だから、あの、卵入れて、ちょっとあ、あの、分かる、あの、辛味をなくす。柔らげるみたいな感じか。<う>はい、と、あと、俺、卵好きだから。卵かけご飯好きだったから。<laughs> ああ、はい。ただ、ただ、卵は好きっていう理由。そう、そう、それで。は,いはい、はい、あの、たまた入れて、普通のゆで卵も入れて。はい,は,いはい、はい、はい。食べるっていうのが両の、ゆで卵まで入れるの。ゆで卵と生卵は違うでしょう。味 <laughs> 違うけども。 卵してないそしたらなんかでも味は違うから変わないよそういう問題なのかみくちゃんが生卵とカレーおいしいよああそうなんだ当ててますねやっぱカレーにキュウリ入れるって言ってるあっキュウリキュウリはりょと入れたことないですねでよなキュウリあでもおいしいのかなおいしくないんじゃないカレーにキュウリ合うかもしれないよ意外とあの変なみずみずしい味のしないやつとカレーでしょ でも腹心漬,、はいはい、漬けってキュウリなのちょっとあのに似てる似てるだけよ <laughs> お前俺は<ー><ー>キュウリと思ってたっあーあー食感とかが似てるからってことかあー食べてみたいなそう言われるといや俺ちょっと無理かなあじゃあ帰りチーズ入れるはチーズは入れるよ入れるチーズは全然入れてもいいんだけどあの でも俺、うん、あのカレーってグー入ってない方が好きだからさカチーン、えー、カチンって何だなんでよーあグーは入ってないってどういう意味かい、あのーうん ちょっとココスじゃない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 ココイチココイチココイチココスハンバーグ屋さんハンバーグ屋さんっていうかハンバーグとかファミレスドラえもんのドラえもんのココイチねカレー屋さんというかココイチはよあのカレーに具入ってないわけよ 食食べべたたここととななななないあないないいあのなんでココイチは何か入ってないけどもう理由はよくわからないんだけどあれってどういうこともうただルーだけってことだからそうルーとご飯とんと<ー>それに俺はカキ、まあ、フライが好きだからカキフライのやつあーカリー好きだもんねやってるんだけど<ー>まあ今日もねカキフライあのラジオの前に食べたんだけど <laughs> それはあの言わなくてよかったかもしれない <laughs> <り> <laughs> いやもうでココイチのカレー、ね、とっても美味しいわけよ 美味しいんだやっぱりお家でお母さんが作るカレーより美味しいわけおい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 ,おい一応はお母さん見てるかもしれないからお母さんでいいとき <laughs> 一は <laughs> お母さん見てるよ見てるのか <laughs> お前親不孝者だなら <laughs> 最低だ最低 <laughs> でもちゃんとお家帰ってからお母さんのカレーの方が美味しいよって言っとくから <laughs> ああもうバレてるから <laughs> 遅いよ <laughs> 遅いか <laughs> 遅いよ感じいか、まあ、家のカレーも好きなんだけどココイチのカレーもとっても好きだわけよ、えー、だって具材ないと飽きないかい、ね、全然飽きないよえ 野菜そのものの味を楽しもうよ野菜そのものの味楽しむんだったらカレーにしないで生で食えあそうだねあの <laughs> それが当たってたよ俺は間違ったよあのサラダで食え野菜,野菜のこの何ね野菜をもういいよ諦めるなあの野菜をさやっぱ、うん、じゃがいもとか入ってるから美味しいさまあまあじゃがいももち俺好きだからじゃがいもあっても全然いいからにんじんも入ってるしたま,まあ。お肉だってうんまあみくちゃんが きゅうりおいしくないよって言ってるけどさっきおいしそうとか言ってたけどさ <laughs> 掘り返すようで悪いけどきゅうりおいしくないよって言ってるからなんで聞いたのうそ <laughs> でも俺きゅうりは好きだからなきゅ、まあ、うり、ん、は俺も好きだよきゅうり、ん、はキムチとかにつけた方がおいしいよでも俺は生卵って言ってるけど、うん、他の人はもっとすごい食べ方してる人もいるかもしれないからまあ確かにきゅうり煮込んで入れてるようなやつもいるからなえいるのいるさ いや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 みくちゃんだってじゃがいもとかに煮込んでるからってことはいつも家のカレーはきゅうり入れてるってことでしょ違うでしょいやそういうことでしょそそそううう、うななんんすあ、あ、いえだって美味しくないよって言ってるから食べたことあるってことさあなるほどだから多分お家が、あの、そういうきゅうり入れる過程なんじゃないっていう俺の予想なんだけどどうか当たってるかな当たってると思うよ怖いななんかえヒロミさんが カレー味とやってってどういうところなのかな俺ちょっとわからないんだけどなんかカレーカレー屋さんたなきああカレー食べたくなったら体が病気になるサインっていうらしいからあそうなの病気じゃない遅いけど涼もだったらいつも病気だよいつも病気ないつもカレー食べたいのそんなにカレー好きなんだそうなんだあのねカレーって言ったら金曜日派ですか 金曜日はカレーっていうのが結構あるの分かる家庭では全然知らない嘘俺だけかなえだけ金曜日はカレーっていうお家が多いわけああじゃあちょっとちょっとツイキャス見てる方とかラジオ聞いてる方で金曜日がカレーっていう人はちょっとコメントくださいマジで俺のお家金曜日カレーが多かったよ小さい頃いや俺全然分からないけどなええ、あ味とやのことかなスープカレーのお店ですあ味しそうあスープカレーいいね えー、そう、うん、食べたくなってスープカレーはとべ北海道のスープカレーだよって辛さ調節できるしってほら、えー、めっちゃ美味しそうですあっ茶炭にあるんだ茶炭にあるらしい、えー、あ中田猫さんがカレーの話中参加だからわからないカレーの話ですそうなんですよカレーの話なんですよ、うん、今あの僕と両方がカレーの食べ方というかカレーのカレー好きなんですけどす、ね、このカレーのなんて言えばいいのかなあの具材あのここ 卵入れたりとかそうそうそうなんかちょっと違う食べ方をするみたいな話ねカエリーはだったらあのあれカレーってさカエリー結構あの食品化だったからカレーってその野菜を入れるさ <うん S 1> 結構とかと溶けるぐらいまで煮込むタイプなのああもう俺はがっつり煮込みたいなほんええんであれなんでとか全部溶けるまで煮込むのあれな何のためなのあれ気分 気分なのあれその方が美味しい気がするわけ気がするわけね。うん、あのー、しょっかね、あんた。しょっかだよ。気分で一応、溶かすまで,、ね、で俺が勉強してたのは料理系じゃなくて、あのーうん、デザート系だから。あ申し訳ないです。それはー <laughs> あのー 気分そういうことで俺も俺もあーそっかー <あー S 1> えー俺そのまんまなんかお肉とか普通に入ってた方がたなんかおかがいいまあねがっつりなんか食べた感じもあるからその方がいい気もするけどねそうなんですねまあ皆さんはどっちがいいのかなっていう話をもしよかったら聞かせてください <laughs> はいお願いしますじゃあというわけで今日はカレーについてトークしていきました <laughs> 以上、デコとボコの違いでした <laughs> はーい一旦 CM でーすお願いしますあ,あ、目玉焼き,玉焼きあ、目玉焼きあ、目玉焼きなんか俺やったことあるような気がするあ、違う、弁当屋さんで買ったカレーにやったんだあ、そっかと、え、うん、カイリーは唐揚げタイプ <laughs> カレーに入れるんだか揚げタイプってどういうの唐揚げ入れるタイプ <laughs> ら唐ら揚げのカレーとと、とんかつのカレーです はいはいはい俺唐揚げタイプだな唐揚げめっちゃ好きだよな俺は唐揚げ好きだなあ別にどっちでもいいかなああそあんまり気にしないそうなのああでもカレーっすかカレーカレースープ飲みたいなカレーカレースープスープカレーあっスープカレーかカレースープって言ったらスープのカレーまあスープのカレーなんだけど難しい難しいなカレー味のスープ お前でっかいなぁ。お前小さいなぁ。デコボコトラベリングのビッグスモール。はいシーエム来ました。デコボコトラベリングのビッグスモール。はい、ただいま生放送でお送りしております。はいお願いします。はいねなんかツイキャスでいろいろコメント来てますけど。はい。デスソースいっぱい入れたら美味しい。 おい <laughs> <laughs> しいか両頭そしたら卵もっとかけないとそうだね辛いの嫌いだからねどういう味になるか分からんくなるかもしれない、ね、<laughs> 卵10個ぐらい入れないですああ食えないかもしれないですからあげいいですねーってからあげ食べたくなってきたっていうコメントもありますよ両頭とっても唐揚げ好きだからね、はいあのー、うんほんとに好きです両頭ははいはいはいじゃあ、うん、早速次のコーナーいってみましょうかはい、いきましょう じゃあ、続いてのコーナー行きましょう YouTuber への道はいはい僕たちは YouTube で時々動画を配信していますその企画を考えたりどうしたら一流の YouTuber になれるか研究していくコーナーですはい始まりました はい、今日も始まりましたユーチューバーへの道へ、はい、今日はどんな企画を持ってきてくれましたか、はい、今日はですね亮と企画持ってきたのは1個目が「ギネス記録に挑戦動画」ですねああはいはいあ、まあそういうのいいよね,いいですねこのギネス記録に挑戦するみたいな感じです俺が思ってたギネス記録は、うん、結構ハードなことしないとこの ギネス記録のこの表彰状ってあるんですけどで認定されないのかなって思ってたんですよ確かに世界一っていうこの称号をもらえるわけですからね、うん、そ,うそ,うそしたらさ、うん、普通にお家であるものでも普通にできるギネス記録っていうのを両と見つけてきましたので簡単にできるギネス記録を今日やりたいなっていうのをあの紹介しますあ,あお願いしますじゃあはいじゃあ1個目ですね1分間でできるだけ多くのポストイットを顔に貼る っていいいうギネス記録ですはいはい、ポストイットって分かるポスト,ポスト,イットってどういう意味あのー、この、なんて言えばいいんだろう <laughs> えーっと、本とかな、なんて言えばいいんだろうあの、このこれ。えー。どれ <laughs> ポストイットな。なんて言えばいいんですかねポストイット。あー不。不戦士。あ不,戦士不戦士、はいはいはい。不戦士。不戦士を顔に何枚貼れるか1分間で。あーあはいはい。やりたいなと思ってるんですよ。 えちなみに1位は何枚とかあるのですか ?58 枚 !58 枚はい。顔に58枚の不戦紙を貼り続けるわけ貼、はい、り続けるわけですよ。それを超えると あのギギネネスス記記録録に認定されれますでそなんか嫌だなでもすごくないだってそしたら多分で本に載るかもしれないギネスの本にね確かに載れるかもしれないけどんか嫌じゃない俺もだって最初普通にやってわギネス記録達成って思ってたわけ動画見たばよこの人真剣だばよあのいっぱい机にもう貼っといて用意スタートで一気に ちゃんとあの空いいいいいててる部分を狙っっはいはいはい、すごいか,っこよかった <laughs> だからみんなでチャレンジしたいなって両端は思ったのう,違う違うだってさ、うん、あれでも街中歩いてたらさ、うん、あ顔に不戦士いっぱい貼ってギネス記録取った人だって言われるんだよ <laughs> どう思う芸人ですからカエルくん大丈夫ですこれはもう <laughs> じゃだって芸人やってるっていうことよりも、うん、あの顔にポストイットっていうのを副戦士いっぱい貼ったっていう方があの なんていうのこのインパクト強かったら不戦士の人だってなるんだよ <laughs> どう思う一応気持ちはわかりますね本りょうとだいぶ気持ちはわかります <laughs> あの両ょともよく言われます小さい人だってデコボコトラベリングの <laughs> 小さい人だとか言われるけどしょうがない 有名になるには <laughs> ポストイットで我慢しましょう。我慢するって言い方悪いでしょ。我慢を我慢お前ごめんなさい、<laughs> ポストイット。<laughs> 素直だね。あのー、そうですね。だから、りょうとはこれで挑戦したいなと思ってます。はははいはい、はいままあ、まあ ね、何かで一番を取るっていうことはね、まあ、いいことというかそうですよポストト、うん、すごいことではあるからねこれはもう身近でできますから100均とかコンビニで買っ,て買ってただやるだけでねそれでギネス記録挑戦できるっていう動画楽しいかなって思ってまあ,まあ確かにそれはそれでまた楽しんでやってみたいなと思いますね、はい、次ですねはい次30秒でできるだけ多くのトイレットペーパーを積む トイレットペーパー、ね、ああはいはいでも意外と簡単じゃない、うん、それって俺は分かんないけどさやったことないからだったらポン,ポン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 って乗っけるだけでしょあのそれが大変なのよこれ大変だった <laughs> のっあの動画見たんだけど <laughs> はいはいはいあのやっぱり積み重ねていくうちにだんだん高くなるじゃん、うん、トイレットペーパーが。 ははいいまあ確かにねどんどん高くはなっていく高くなっていってこの28個だっけ記録が記録がはいはいはい何で28個だったっていうとこの人のおうちが28個までしか届かなかった天井が低天井が低くてかそうだからもし外でやってやったらもっと記録取れるんじゃないかなって思ったんだけど風とかあるからね外は体育館とかでね体育館体育館いいね この人がやってたのはトイレットペーパーを下に積むんじゃなくて、うん、壁も使って壁にもトイレットペーパーかけといて一、はい、個ずつこうやってなんていうの下…ああも,<の>もうなんかもう時間をで、もう両手にトイレットペーパー持ってるから足で途中で椅子持ってきて残って一生懸命… <laughs> なんでトイレットペーパー積むのにそんな命かけてれば <laughs> 乗りたいからですよ本人。<laughs> <laughs> 分からん俺もそれの良さがあんまりこれはあのイタリアの方があの記録をイタリアの人なりましもイタリアって結構おしゃれなイメージあるんだけどトイレットペーパーで頑張ってもらってますのでまあまあまあねそれでもまあ世界一取るってことはすごいことですからすごいよなだってだってこのイタリアのトイレットペーパーはイタリアのトイレットペーパー違うのそう違うわけちょっと厚さがそうかこの だからまだ28個だけど、日本のトイレットペーパーってちょっと細なっていうのまだ縦に長いわけ。だからちょっと余計大変かもしれないんだけど、じゃあイタリアからトイレットペーパー取り寄せてやろうか。あの輸入の仕方が分かりません。さっぱり分かりません。英語も読めないので、そっか帰りにお願いしたいと思います。そういうのですね。あ最後にですら、もう一つあります。はいはいはい、何でしょうか。チーズを避けよう。 避けるチーズを避ける1分間、そうそうそう、避けるチーズを1分間、避けるっていう。避けるチーズを1分間、避けるあの、近くに寄せないように。ああ、それは他の避けるだな、帰りあの、違うな。あの、避けるチーズって、お前、そういう避けるチーズじゃないから、ちゃんと。ボケが伝わってよかったよ。 あの、の、とツッコミできないそうですね、そういう感じで裂けていくチーズなんですけど、チーズを裂くわけ、ね、さあそう、簡単と思ったんですけど、これね、認定の人がちゃんとついて、はい、あのー、何センチだったかな、1センチのあのー、紙に書かれてて1センチの棒が、はいはい、棒っていうか、この線が、それに合わせてあの、ぴったしじゃないとダメだめだ。裂けてからチーズ。

えっとそれは時間内に咲くってうこと、ね、そう1分,間で1分間にその決められた指定の太さに咲くってことねそうそうそうすごいですよ <laughs> くだらななんでよお前 <laughs> えー、俺もう分からんわ俺マジでもう,うこれはあの そうですね俺は好きです、サケルチーズ好きなので。だからサケルチーズ協議会が、うん、あのギネス記録で今、サケルチーズ協議会,競技会、ね、っていうところがあるんだ、はいちゃんと、えー、認定されてますので、そそううなんだそうしかもこれ簡単にやれるわけではないばよ。100人まず選ばれて、最初にいっぱいの応募があって、100人選ばれて、選考があるんだ、選、ま、考があるでその次にまた <laughs>。 三十に選ばれて、最後の優勝者を決めるっていういこんなことに先行とか、いるいるよ <laughs> てかなんでそんなに応募者多いの逆に <laughs> すごいですよねわからんわマジで愛好家が多いんですよ避けるチーズ避けるチーズ愛好家がいるの両とも好きですから避けるチーズりとも避けるチーズ愛好家なんだだから動画を撮りたいよ両ともまあまあまあじゃあねうん避けるチーズの動画も、はい、ていうことで三三個あげてきましたけどギネス記録これを両ょはやりたいです、はい、はいはいはいじゃあ一人でやってください嫌です <laughs> 帰りもやらせます <laughs> あのち、さけるチーズ担当ね、両方トイレットペーパーやるから。そうなの。じゃ、うん、あと一個のやつは中地にやらせようか。<laughs> 中地、中地なんだっ,たっけえっと、あと一個のやつは、あふせんし。選手顔に貼るやつ。中地一応、洗濯ばさみチャレンジやったけど。うん、あいつ、結構できてたよ。あ、本当にじゃあ、ああいつ有望株だな。できるよ。うん、あ,のあいつならできるよ。それでできなかった時。ね <laughs> <laughs> ねってどういうこと <laughs> 第チはできる子ですから。第8チできる子なんでね、彼はきっとギネス世界記録を出してくれると思います。はい、ってことで、ギネス記録動画でした。はい、ありがとうございます。あと一個大丈夫ですかああ、いいよいいよ。はい、じゃああと一個やります。次はサブチャンネルとか、これはメインチャンネルで上げてもいいかなって思ってす。はい、まあ確かにね。けど、サブチャンネルで上げたい動画がですね、ヘリウムガスで動画、あ、ガス動画。ヘリウムガスでどうだっ ヘリウムガス動画ヘリウムガス動画はいはいこのヘリウムガス動画はヘリウムガスって声が高くなるさ吸ったらあなんか声変わるよねえってなるさで KY チャンネルメンバーを集めて最初のヘリウムガスを一番最初の人が吸ってもらいます吸ったのをキスしてあの、他の人に吸いますえっとあ口にあの、ヘリウムガスを溜めて で、隣の人に口移しで入れると。はい,はい。で、また隣の人に口移しで入れます。はい,はい。で、また隣の人にってやって、最後の人が高い子になるのかっていう検証動画です。は白 <laughs> はいはい。面白そうじゃん。これやったことないでしょ、あのー、絶対。両党 あの、お前、潔癖症だけど大丈夫。俺審査員です。審査員なの俺は審査員。お前、逃げるな。おい、お前一番最後の人やれ。ああ、本当にあの。いろんな人の肺に入ったヘリウムガスを最後に、一番最後に数役やれ。入ってから多分、高い声になるはず。はあって言うから吐くかもしれない。それぐらいちょっと俺、潔癖だからな。やっぱ言わんほうがよかったな。えこれはもう、りょうとが一番最後の人になるので、はい。

とといいうううこでそ動画じゃね今日は今回この2個動画上げられたんですけど、はい、まあこの動画に対するなんかコメントとかあったらツイキャスのコメントやらメッセージメールにはい、はい、お願いしますねはいお願いしますはい以上 YouTuber への道でしたありがとうございましたじゃ続いて曲い てみましょう今日の曲はですね、今日3月1日で、卒業ということで、はい、卒業ですね。僕たち2人、ファンキー・モンキー・ベイビーズが好きだったので、はい、その、ファンキー・モンキー・ベイビーズで、ありがとうを聞いてもらおうと思います。はい。じゃあ行きます。ファンキー・モンキー・ベイビーズで、ありがとうです。どうぞ あーもう卒業かーっていう間だなーえー1年経ったからねあれからでも<私>あれでお帰り中学校はまだだよあそうか中学生はもう第3週とか第2週の土曜日だよねそうだねーあの中学生は一番金曜,金曜日から何曜日なんだろうあ曜日まではちょっと分からないけどでも中学生で一番俺は中学生が怖かったのが卒業式やっても受験の結果が分からないっていうのがああそうだったね 受験やって、卒業式やってで,で、その卒業式終わった2日後とかそうぐらいに確かねだって高校生だったら、うん、も,うもう卒業バイバイって言ってみんな違う道に走っていくんだけど、うん、中学校はもう卒業式バイバイ離れてから、うん、受験知って、うん、あどうなんだろうってなるからか他の人どうだったんだろうってって、ね、そうそうそうもう分からんしもう怖い怖かったなあれはあ確かに怖かったよな俺も怖かったもんめっちゃ受験は 怖く<強>はなかった中学校の時はえ俺めっちゃ怖かったけど俺頭良かったもんあのカチン <laughs> <laughs> なんで俺勉強ひたすらしたよ俺も一応勉強は頑張ったよ嘘全然わからんかったようべでめっちゃ遊んでたけど <laughs> おやめろ何のために塾行ってたばお前 <laughs> プレ入試で1位取ったでしすげーなえなえちょっと最下位だったら、うん 気づいたたたらなんで受かっっのののだあ一応頑張って野菜は好きですっていうアピールをしてあの園芸科学科だったんですけど <laughs> 園芸科って野菜好きですアピールしたら入れるのあとあと絶対園芸 <laughs>、うん、農業あるあるなんだけど園芸科学科では <laughs>、うん、あの最初にこの受験した時に <laughs> あなたは虫嫌いですかって聞かれるはい、はい、ああまあそうそう はい、俺たちもでもその質問あったよあったやっぱあるんだ自然の時に農業するからそうそうそう、うん、虫嫌いですか虫は潰せますか、うん、って言って虫は潰せますか聞かれてない俺聞かれたあそうなんだあ、やっぱよ農家の人って虫を嫌いになったらダメだけやっぱ敵だからまあ確かにねだから俺たち先生普通に手で潰してた <laughs> 怖いななんか虫を手で潰す <laughs> 怖かったやつさ普通に <laughs> で俺今さら言えるけど先生 僕はむしゃ嫌いです嫌いなんだ <laughs> でもそれそういう質問もあるからちょっと緊張したなまあまあまあ、ね、今からだからね受験生中学生は緊張してるだろうよ高校生はもう、うん、多分基本みんな決まってると思うけどねそうだね中学生は今から受験もまだ始まってないかそうだよまだ始まってないねもうなんか私立とかじゃない限りはね<ー>決まってないと思うんだけど もし今から受験っていう子がいたらね頑張ってくださいね頑張ってくださいねもうこれやったらね楽ですから1年間が勝負だったからやっと達成感出ると思うので遊んでください終わったらめっちゃ遊んで確かに遊んだらみんな遊んだらじゃないやっぱりねボーリングとかラごきとかしてね楽しんでほしいそしたらもうみんなねもうこのんかストレスとかも全部発散してからね そうですねいいですね、うん、また高校行ってみたいなねいいですよ本当に、うん、いいな戻りたいな中学校も高校生の時も俺はいつも一番やっぱ高校生に戻りたいかなそうだよあの頃あの子に <laughs> どうしようどうしようどうしようあの頃あの子にとかあの頃もっと遊んどけばとか <laughs> あの頃あの子に言っても いろんなことがありましたけどまた引きずってるぞこいつーあ<ー>高校の時好きだったやつまた引きずってるぞー <laughs> ああシャボン玉 <laughs> <laughs> でシャボン玉の人となんか頭に出てきた <laughs> あそうだよ本当に <laughs> 高校生やっぱ離れるからやりたいことはやっとかないとね,あね高校の時はまだ進路はっきりしてなかった<あ>ってコメント言ってますそうですね俺もです ああ、でも、そうだね。俺もあんまり、なんかこの、もやっとした感じでね。ああ、確かに。でもう、ね、もうなんか気づいたら芸人になってるっていう。<laughs> <laughs> 本当になぁ。だって、高校2年生の時まで芸人っていうのが本当なかったもん。なかったもん。なんで急にやろうと思ったんだろうね。ああ、あの、りょうとか言いたいよ。うーん。一番うまい。うまい。 で,こかえりですラビリングのビッグスモールはい CM 開けました「デコボコトラベリングのビッグスモール」ただいま生放送でお送りしております、はい、お願いしますはい、はい、というわけでいろいろお話ししてきましたけどもそきましたよかえりくんはいねそっかもうみんな卒業シーズンというかね、はい、今がちょうど卒業式で <laughs> ーそうです <laughs> ほんとに寂しいわほんとに <laughs> 中学校の高校受験、うん、あ中学校のっていうさ中学生が受ける高校受験はいつなんだろういつなんでしょうねええっといつなんだろうもうそろそろじゃない、ね、多分そろそろだよねうん十何日とかかな あ〜はいはいそっかそのぐらいかじゃあ楽しみだもうねラジオもしね今ラジオで聴いてるねこの中学生でまだ受験まだの方がいてよ頑張ってくださいね頑張ってねはいはいじゃあねえかえりくん次のコーナーやってまいりましょう次のコーナーいっちゃいますかいっちゃいましょういやもうね俺たちのラジオの定番ですからね定番ってこのねもう 今までのが全部前座みたいなもんですよ正直はいええ <laughs> お前待ってや両党の企画はお前ええ <laughs> お前お前聞いてないぞ俺ね俺この企画がもうメインですから2人で一緒にやっていこうねっつって頑張っていこうねっつってそしたら今日裏切られましたよ僕は <laughs> え聞いてないよじゃあ続いてのコーナーです帰りの恋愛相談教室 はいこのコーナーは恋愛経験豊富なかえりがさまざまな恋愛相談を解決していくコーナーです。はいはい、かえり君、今日もですねあの相談が届いておりますあ、はいまあ、やっぱりメインのコーナーですからね、このビッグスモールの一番メインの、<laughs> あと全部、もうサブみたいなーー。やめろおい 考えてきてきるからよっとだってハッサビをあた送られてくる, <laughs> るからいいさあ <laughs> 確かにねよあの考えてきてるからね本当に、ね、あ今日もあも来てますから今日も来てますから、はい、じゃあ早速参りましょうねはいはいはいお願いしますはいまず一つ目の相談が来ておりますはいお願いします LINE で友達に「好きだよ」「ごめん」と言われたのですが正直「ごめん」の意味が分かりませんそれに「好きだよ」イコール「付き合って」ではないのですか っていう LINE で友達から「好きだよ、ごめん」っていうことが来たと好きだよ、ごめん好き,好きだよの後に「ごめん」が来たっていうことかなそれはそうあ多分そうですね「好きだよ、まる、うん、ごめん」ああはいはいはいどう<と>あその「ごめん」の意味がわからないとそうはい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 どういうことそうだよねなんか、まあ、まあ確かにねなんかプラスのこと言ってるのに急にマイナスのこと言ってるみたいな感じ、うん もう中だったら伝わらないもんね <laughs> まあね LINE で告白するってこと自体がもうね、えー、もうあの少年、えー、を叩き直さないといけないかな<笑><笑>カイリーはそうですねあの告白は口派歯です歯ですから、ね、まあ僕は今の彼女に LINE で告白しましたけど、ね、やめろおいおいおい言えないでしお前,立場 <laughs> お前全然言えないでしお前<笑><笑>まあまあまあ、まあはい、ごめんの意味がわからないごめんの意味がわからないって言ってるのは<う>あ,のあのなんていうのか俺が 思うのは、うん、なんて言えばいいのかな、この、急に言っちゃってごめんみたいな、何かその前にセリフが本当は入ると思うわけよ。あーなるほど、それを抜かしてるか,そうそうだから、びっくりするじゃん、やっぱり急に好きだよとか言われても、友達ね。それはすです、びっくりするわよ。<laughs> 誰誰。両子下りてきてるんだ今日あっ俺もびっくりした。俺何言ってんだろうって思って帰りにああはい両子降りてきちゃってるんだ今よかった帰り気づいてくれてありがとう両子下りてきてるのでああよかったよかったじゃあまあ女性の気持ちももしかしたら聞けるかもしれないですねだからなんていうこのそうごめん」っていうセリフの中にもまあちょっと意味があってまあ急にこうやっていっちゃっ びっくりさせてごめんねっていう相手を思う気持ちだからこれもやっぱりそう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 なるほどだからその上でのごめんだと思うそういうごめんかそうそうそうだからんかマイナスな意味のごめんじゃないと思うよ俺はだからんかそのごめんに対してもやもやするというか怒るというかでもだった思う気持ちが好きだよっつってごめんね急にとかだったらいいけどねだからあのやっぱ 言ってるるる側も焦るじゃんあーなるほどそそうそうだからこのなんていうのまあだからちょっと急いで打ってるからごめんみたいななるほどねうそうそうだからそれでそういうふうになっちゃったんだと思うから、まあ、ごめんに対して深く考える必要はないと思うそれは切り抜いて好だだ、ね「好きだよ」だけで「で好きだよこれ付き合って」っていうのは、うん、まあどうなんだろうねだから気持ちを伝えたかっただけなのか<ー>そうやって付き合って でもやっぱり好きな相手と付き合いたいって気持ちはあると思うから付き合ってって捉えてもいいと思ういいと思う、ね、それはでも答えるのはもうあなた次第だからねなんかあんた先せ生いせいみたいだね今日ねもっとなんかまあまあまあ,、まあ、ありがとうございまえじゃあ俺大,大先生もいるからさ俺ああなたの大先生もいるの 少女漫画あー出たよや <laughs> 俺ちゃんとトライてしまってーし少女漫画かよもう <laughs> 出たよやー、まあ、少女漫画はね一応、うん、俺の大先生だから<ー>少女漫画 ちょっとムカつくわー、うん、何かわからないことがあったら <laughs> とりあえず俺のこのラジオがない日は少女漫画読んでくださいホ本当にカイリー何やってんのっていけないカイリーずっと携帯いじってる時あるんですけどあれ何やってんのカイリーって言ってカイリーやっぱもう集中してるから俺の声も聞こえないんですよ、うん、見たらあのカイリーが男の人と女の人があの高校生の、ね、カップルが注意してるあの漫画を見てたっい告白の漫画あ、うん、こいつ本当に好きなんだなーって思って俺、うん、も少女漫画だね うん、最近はまってる少女漫画は僕の初めて君にあげるっていう全然か少女漫画なんだけどあ<の>あのイケメンだけど、うん、そのイケメンは、うん、あの人見知りというか女性恐怖症だわけ、えー、でそれを直してあげるって言って見たけど結局そのなんか直そうとした人がその男の子を好きになっちゃうみたいな。 いろいろドロドロはしてるんだけど最終的にはうまい方向に行くかなやっぱ少女漫画うまい方向にくからね人生もそうやってまくいけばいいのにいやいやいや少女漫画のお前参考になってるかなそうねまいというわけでごめんにマイナスの意味はないし好きだよは付き合ってじゃないかもしれないけどまあ それをどう捉えるかはあななのでなるほどね,ね、まあ、答えを出すとしたら、まあ、答えを出して、うん、出さないんだったら出さないでもいいしっていう感じですかね,そう,すねそういう感じですかじゃあ1個目はクリアっていうことで、はい、1個目はクリアということではいじゃあ次の相談いきましょうちょっと待って、はい、今コメントで、はい、さすがメインのコーナーってきてる分かってます分かってますねやっぱり違います リスナーの方も分かってくださってるんですよ、これメールコーナーって。あの、あの、僕企画考えるの結構かかるんですよ。本当に。両党が頑張ってるからね、一応。一応一応ってお前、めっちゃ言うなお前。やな少女漫画や。あやめろやな少女漫画っていうの大先生バカにすんなよ。後でいっぱい読ませるから。ああ、ありがとうございます。参考になるので、俺今日聞いた漫画本当に。 アニメ化は出してないああ早く見たいなアニメ化は何の普通の俺たちのデコボコの会話やし次の質問いきましょうはいいきましょう次の質問です男性の方は女性を見るときに一番気になる部分はどこですかってことですねああはいはいはいあまあ女性を見るときにね部分ねああ部分ねおっぱいじゃないですか最低だこいつこいつ最低だあのよ あの、少女漫画見てるの、ほんとにあんた <laughs> 見てるよ、俺少女漫画見るときも最初におっぱい見るよおっぱい見るのあ最悪やさ。す <laughs> <laughs> めっちゃ最悪やさ。す <laughs> えぇ、ー、えりそうなの、おっぱいなの、あんた、まあ、じゃあなん、ね、おっぱいってどのおっぱい、なんで、ね、でっかいほうがいいとか小さいほうがいいでっかいほうがいいに決まってるだろあんたほんとにやりよるな、<laughs> <laughs> マジか <laughs> でっかいおっぱいがいいのね、<laughs> じゃあ漫画でもでっかいおっぱい <laughs>。 でも漫画は基本みんな大きいからね。<あ><前>そうだねやっぱり夢の国だよ、本当に少女漫画は。<laughs> やだー、ディズニーランド行ってよ、本当 <laughs> に夢の国だったあそういう話じゃなくてね、なんていうのかな、まあ、女性、でもでね、一番気になる部分ってことでしょで雰囲気じゃないですかね、やっぱり一番大事なのは。なんでオーラってことオーラっていうかかなんか な、うん、なんて言えばいいのかなんかバブルみたいな格好してる女みたいなどう思う、うん、バ,バブルってトゥーッてやってるもんなんか変なキャッチャーのドレスみたいなの入ってる人ったどう思うえ、well、ちょっとそうですね。聞くでしょ。えってなるでしょ。時代が。時代が追いついてないでしょ追いついてないな。でっかいあのあれ持ってそう。しもシモシモってやつね。シモシモってやってそうですね。だから、そういうのって。 ななんて言えば言うのか,ななんかだから雰囲気がやっぱ大事だわけよ。なんかちょっと、うん、人を引きつけるような雰囲気というかねかだからそういうところ、ねまあ本能的に男性はやっぱ見てると思うさ雰囲気か,、うん、かじゃあ帰りは雰囲気が一番やっ,ぱ見るっやっぱ雰囲気が大事うん見た瞬間に、うん、まあ最初に胸にメイクでしょ ああ帰りは胸にメイクのねあんたそういうスタイルなの俺はもうそれはもう直せないことだからそうなのね胸にメイクはい帰り胸にメイクってその後全体見るわけよあなるほど全体見た時にそのまあどんなこのどういう感じの人なのかなみたいな優しそうな人なのかとかなんかこのちょっと怖そうな人なのかみたいなあちゃんとチェックするのねみたいな雰囲気でやっぱりいろいろ変わってくるからそうか雰囲気は大事だと思う 雰囲気と、気まあ、まあ、これの回答をするとしたら、まあ、大事なのは雰囲気とおっぱい。うん、<laughs> 以上です。<laughs> 以上です。はい、次の。シ <laughs> ーンってなる。あのー、おっぱいは一応ありますね。<laughs> あるんかい。あ、おっぱい。認めたくないよ。<laughs> でも。そうですね。そういう回答でした。はい。じゃ、次の、はい、質問行きましょうか。行きましょう。次の質問です。はい。 バイトをしようと思ってるのですがドンキとコンビニどっちがいいでしょうかどういう質問俺、えぇおえごめん俺ちゃんと見てなかったから俺間違…えぇおえぇお関係ないやし恋愛相談じゃないよ待って、あごめん間違ったほんにごめん間違…えぇお違う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 あ他のええぇってるよな。この子別のあのラジオのコーナーのあれ見てるとかじゃなくておうんお間違…え えごめん、ちゃんとあの、ごめん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 、あの、なんでも相談室じゃないからさ <laughs>。あの、カイリーの,あの恋愛、うん、教室の,あの企画がよく分かってないんだよく分かってないなんだ、ね、メ,メインなのに、メインなのに。あええ、メ,イメインなのにっていうのちょっとバカにすんなもん。<laughs> え、バイトの相談、これ。あ<ー>アルバイタ、アルバイ、ああ、これはあのー、そうだね。あの、ドンキーは、 あの両島が好きだからあのドンキで働いてたら両島に会えると思うよ。<laughs> うん。だからあの両島 <laughs> が好きな子はドンキでバイトしてください。あのですね、ドンキ両島好きですよ。帰りともよく行くんですけど、<laughs> <う>ドンキは。あの。 そうですねはいドンキで働きましょうドンキで働いてくださいねあの帰りが戸惑っております非常にだって漫画のことも言えないし非常に戸惑っております戸惑っております今ちょっとドンキの詳しいこと言っていいですかドンキの女の子はですね可愛い子が多いですあののンドキがが一番可愛いい子多ですそうなんだはいあのそんなことよりもあのあれコメントで「あいやおっぱい小さいな」って来てるから ちょっと俺弁明しとこうね別におっぱい小さい人でも大丈夫ですからね <laughs> あ行こうかはい <laughs> <laughs> それですド <laughs> ンキ何でよやるや <laughs> <laughs> でもおっおっぱいお,おいおいどっちに行けばいいか分からへんよ帰り <laughs> あんたギノワンのドンキーのあの子は可愛いっていうのは 安良堂。そうですね。うん、あのこの場所し知ってきた方が男性だったらあのドンキで働いてください,、うんい。はい。そしてですね、女性の方でも男性の方でもドンキで働いたらですね、うん、あの結構いろんなあの若い子たちが深夜まで結構遊びに来ると思います。ああ、そうですね。俺もたまに夜行ったりするし。うん、行ったりするよね。うん、やっぱ夜はあのドンキって決まってますから、大きなあの若者は。違うだろう。ほとんどあのー。<laughs> アダルトショップかドンキっていいうののは基本です <laughs> お前の偏見がすごいわそれじゃあ帰り本当に聞いてうるま市ではうるま市ではよあの免許取りましたさあどこ行こうか夜にみんな集まってどこ行こうかってなったらはい、はい、まず綾橋海中道路の <laughs> 綾橋行くでしょ <laughs>、うん、で次に美浜のこの,あのアダルト専門ショップ24時間の そのあとにドンキ行って帰ろうかってなるわけかる分からないけど分かった分かったそういうことにしてこそそうということでなんですかまとめはまとめはドンキでやりましょうコンビニもいいですからねコンビニも全然ね深夜とかまで働けるから稼ぎたい人はコンビニとかでもいいですけどこれは恋愛相談じゃないですねはいこれは違いますもん最後の質問かね <あ>の時間的にもこれが最後になっちゃうんで <laughs> の、ちょっとあのやばいですね、最後の質問がバイトの相談っていう、<laughs> <laughs> ちょっと異例な展開になりましたけど<の>、<laughs> 俺がめっちゃびっくりしましたね、<laughs> <laughs> じゃあもうこれで締めましょうか、はいじゃあ締めましょう、はい、以上、カヘリの恋愛相談教室でした。はははいいいありがとううござままししたそれではエンンディング、はい、いきましょう はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやーね、最後の質問がまさかのバイトの質問っていう。<laughs> もうびっくりしたーびっくりしたわ。これからなんか違う質問が増えそうだなー。これに俺間違ってからやっどうしよう。 俺だってちゃんと恋愛相談の DM で来るのかなってずっと思ってて、とかメールであのガチめにちゃんと読まないといけないなちゃんと事前に確認しといてねあのこれはちょっとやばいな、俺、俺狭なかった、本当に。それはしょうがないわ楽しかったですよ、今日も今日も皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ですね おっぱいは大きくても小さくてもいいめっちゃ引きずるな、お前。大丈夫です、全然。そうです、両ともおっぱいは小さくても大きくても全然大丈夫です。でこぼこはフリーおっぱい主義なんでね。全然いいですよ。いいですよ。ねえ、そうですね。これから、かえりの恋愛相談教室がなんでも相談室に変わる可能性が出てきそうですね、カリりくん。怖いですよ。 まあもうこの際ね恋愛相談以外でも何でも受け付けますので、はいぜひぜひねじゃんじゃん送ってください。くださいね。ねそろそろお時間の方が近づいてきてますので、はい、近づいてきてますよ。告知だけちょっとします、ね。はい海陸お願いします。えーっと第二土曜日第三土曜日はい。 ええお笑いのライブ毎月やってますのでよろしくお願いします。そしてあとはあのグスクロックフェスっていうものがね、はいそうですよ。行われるのでそれにハイアップロードして出演しますのでそちらもお願いします。はいお願いします。ハイアップロのね音楽もぜひぜひダウンロードしてください。お願いします。あ沖縄チュラサウンドで1位になりました。はい1位になりました。あの僕たちハイアップロが1位になりました。はい。というわけでもう時間の方来ますので。 質問ある方 DM までお願い皆さん、風に気をつけてまた聞いてください。ということで、ラジオは終わりましたけども、ツイキャスはまだやってますので、ちょっとだけやりましおつきあいくださいっていうことではい、きょう卒業式でしたけど、でしたけど。 ダメ <laughs> <だ> <laughs> 卒業式だったけどあれですねあのあれですよやっぱ良とか思ったのは、うん、卒業式やるさ<う>卒業するさ、はい、その時までにちゃんと声をしておけばよかったなっていう <laughs> スクールラブねスクールラブをねもっと充実に青春を送っておけばよかったいっか どうし急にいっか違いはそう思ったけどやっぱカエリー達とずっと楽しんでたからそうそう楽しんでたから大丈夫だ全然いいよでもみんなに伝えたいことはですね当にあに高校は大学とか高校やっぱみんな離れ離れになるから好きっていう人にはもうを伝えた方がいいよカエリーうん切実だなお前そうだよお前を伝えようぜあのはあれだいいよ振られてもね うんまあね、当たってくるたって、そう、もうぶつかってバーンっていけばいいさね、ううん、うんまあ立ち直る時間はいっぱいあるからね、学生セいっぱいあるよ、ね、帰りだっていっぱいあったおい、乗り込んできたよやめろ、やめろ、やめろ、言うな。<laughs> だからこそ、こうやって俺はデコボートラベルにビッグスモールのメインのコーナー持ってってるから。はは、これだから。 これだからってど少女ハンガー馬鹿にすんのもあそこからいっぱい見せるから <laughs> ああ、ちょ、見たいではある、ほんとに。ほんとに見たいではある。あの俺も人見知りだから。そしたらお前も恋愛マスターになれるって。そうかな、ポケモンマスターみたいに言ってるけど大丈夫かな。恋愛マスターみたいになれるのかな,なれる,なれる大丈夫かな、ね。おさらたんにさよならバイバイで。っ <laughs> あるの あーごめん、あのツッコミ違かったやつだごめん,ごめんあいやあいやいい調子だったと思ったんだけどな <laughs> 今日は <laughs> そうだね惜しかったなリオうと惜しかったな、うん、あポケモン見てないから全然わからないわさ、うんよ朝はい今日もですねあれですよはそっかそうだよここいいなここいいなおすすめの少女漫画教えてそうだねあのー、今実写映画もされてるんだけど、うん、1>, 1週間フレンズとか、うん、なんかあのきゅ ピュアな恋見れるからとってもいいめっちゃピュアだよなあれな、うん、あとはねあの何、ー、だったっけな何だったっけなちょっと今調べようかなあ時間ある <laughs> 大丈夫だと思う<の>両党が好きなのは青ハライド青ハライドいいねああれ手紙が届くやつ青ハライドそう,そう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 ,そう,あそう青ハライドめっちゃいい <laughs> あ手紙手紙じゃないな青ハライドは普通の青春系だえっとオレンジ オレンジそう、オレンジめっちゃいいからオレンジみたいな泣けるねオレンジオレンジちょうど俺もう1ページ目からボロボロ泣いちゃってからはいえそんなに泣けるんだ、うん、あのもうなんか1ページ目っていうかこのアニメの1話1話見たんだけど やばかったぁとってもよかったから、うん、好きっていいなよもいい世界あ好きっていいなよ,、ね、よもいいよゆみさんがおやすみなさいっていうことでおやすみなさいゆみなさいいい見てください少女漫画みたいな夢見てくださいねあと10秒とまた風邪かないときみ皆さん中学生の皆さん高校生の皆さんあのね頑張っていこうババ将来の夢を掴んでいこう Go! ゴー,ー <laughs> あれあっという間だったなちょっとびっくりしてさ